い、皆さんこんにちは、星中です。今日は島村の購入品を紹介したいと思います。それでは早速スタートで、いつも通り購入したものを紹介した後に動画の最後でコーディネートを組んでみるので、最後までぜひ見ていってください。早速紹介していきます。まず一つ目はこちら、このね、黄色に水色とピンクのお花のトップス、こんな感じ。これ買おうかな、どうしようかなってね、主人に言った時にアロハシャツみたいって言われたんですけど、まあ確かにアロハシャツっぽいけど可愛いこれはね1500円でした。そしてボトムス2つ買ってきました。まず1つ目のボトムスはこれです。黒のワイドパンツなんですけど、この裾のところにね、こんなに可愛い刺繍のお花が散りばめられてます。裾のところはこういう風にカットされてる。で、なんとこちらのベルト付き。次、こちらワイドパンツデニム、ここがこんな感じのデザインになってる。とっても可愛い、デザインが可愛くて形もね良かったので買ってみました。これはね税込み1900円。そして次はワンピース、こんな赤いロングワンピース買ってきました。でこれはね編み編みになってて、でインナーがちゃんと入ってます。これはネックレスかな、ネックレスもついてました。これは税込み1900円、ほとんど1900円。で次にトップスを5個、あ、これ入れたら6個。こちら紺と赤と白のボーダーのお洋服、こういうのなんて言うんでしたっけ、袖がない半袖みたいなこちらは税込み1500円、あの夏ニット素材ですごい涼しそう。これまたね間違えて L サイズ買っちゃったんですけど、ゆるっと着こなせば大丈夫かな。そして次にピンクのノースリーブ、背中がこんな感じになってる、なんかテロテロ素材、私こういうテロテロ素材が大好きで、こういうの見ちゃうと絶対買っちゃう。税込み980円。これの色違い買いました。これはブラックのボーダーで、これも後ろにこんな感じのデザインになってます。でただのボーダーのノースリーブだとなんかって感じだけど、このねこのデザインがあることですごいおしゃれに見えますね。 UV 対策、抗菌防臭効果、グレープフルーツ成分配合、すごい、接触冷感っていう効果のあるトップスらしいです。丈はねちょっと長めなんだよね、はい。そしてこちら、これは T シャツとこのレースのカーディガンがセットで売ってたんですけど、このね T シャツはねちょっといらなかったんですけど、黒いレースが欲しくて買いました。これセットで税込み1500円、長くもなく短くもなくっていう、こういうレースのね黒いカーディガン探してたのでちょうどよかった。こんな柄です、シースルーですはい、そして次はアクセサリー2つと帽子1つ買ってきました。まずお帽子から、この黒の麦わら帽子かぶるとこんな感じです。これはなんと税込み900円、900円って感じ。こういうわらのね引っかかりっていうかチクチクする感じもないし、形もしっかりしてるので900円には見えない。髪の毛もさもさで、次アクセサリーなんですけど、こちらすごい爽やかな水色に、なんていうんだろう、大理石みたいなビーズにカクカクした白いビーズ、480円でした。でもう一個は今度はピンクのビーズに輪っかに中ウッドに白いビーズ、かわいい。ブルーつけるとこんな感じです。すごいね、かわいい。480円に見えない。あ、で最後におちびさんのもの、こちらボーダーに花柄のスカートのロンパースワンピース、ちゃんとねこのスカートの中もこんな感じにロンパースになってて、
で、すごいね、ありがたいの。ここにタグがついてるんですけど、タグがね、当たると痛いので、こういうガーゼみたいなのがついてます。これ取り外し可能です。1200円が700円になってたので買いました。いつもプティマインでしか買わないんですけど、なんかプティマインっぽいなと思って、プティマインっぽいから買いました。はい、という感じで以上になります。では、コーディネート組んでみましょう。